だってこういう場所では潰れるまで飲むのがマナーだよ。どんなに心配しなくても大丈夫だって。ほらもっと僕を飲んでよってグラスも光ってアピールしてる。ロンロン眩しくなる。輝け、もっと輝け。ごめんね急に呼び出しちゃって。実はねゆかりさん、恋人ってこいつ冗談だろ。そんなことありません。彼は私の立派な恋人です。ちょっと耳貸して。君、お願い話合わせて。この人にナンパされたんだけど、しつこくって。今だけ恋人のふりしてごまかしてほしいの。何こそこそ話してるんだよ、怪しいな。あ、怪しくなんかありません。私たちったらもうラブラブラッブラブなんだからね、君。嘘でもちょっと嬉しいかも。嘘っぽいな。恋人にしては距離も遠いし。距離そんなことありませんってば。ねえ君、やっぱり怪しい。嘘なんだろ、恋人なんて。嘘じゃありません。いい加減信じてください。だったら証拠を見せてくれ。君たちが恋人っていう証拠さ。証拠って、そんなこと言われても。わかりました、ちょっとここで待ってて。すぐに戻ってくるから。遅いな、ゆかりさん。まさか逃げたんじゃ。そんなわけないって。なんだよ急に熱くなって。お待たせ、ゆかりさん。はい、ゆかりです。ただいま戻りましたでござりまする。全然大丈夫だよ。それより君、チューしよ。キュー。な、おい、いきなり何してんだ。何って、証拠ですよ。あなたがラブラブの証拠見せろって言ったでしょ。ほら、チュー。そんなこと言われもいいじゃないね。チューしよ、チュー。あ、もういい、もう分かったよ。でも、もういい。くそ、見せつけやがって。こいつのどこがいいんだよ。俺の方が金も持ってるし、イケメンだし、社会的地位だってあるんだぞ。そうかもしれないけど、でもね、彼はね、本当の私を見てくれるの。彼の前でだけ私は本当の姿を出せるの。お前と初めてなんだから。それに意外と顔も好みのタイプらしい。大好きだよ。とんだバカップルに声かけちまった。じゃあな。はーい、じゃあねー。
になってきたかな。ありがとうね、君。助けてもらって。何もしてないって？そんなことないよ。君がいてくれたから私も好き勝手言えたし。それにね、さっき言ったこと案外出まかせばかりでもないかもよ。君となら私。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。ほとんどは目覚めたら忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。にしてもいい雰囲気なんじゃないの、ゆかりとさ。私から見たらめんどくさい子だけど、あんたはそこも可愛いと思ってるみたいだし。理解できないけど応援はしてあげてもいいわよ。あっちの彼女もこっちの彼女も心の支えは飲むこととあんただけみたいだから、これからも優しくしてあげなさいよ。そうすれば今は気の許せる年下に過ぎなくても、いつか王子様になれるかもね。じゃ、長話をしても仕方ないし、今回はこの辺で。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわね。それじゃ、またね。あれ、ここ…え、君も見たの？私と同じ夢？それって不思議な夢ね。でも飲んでたとはいえ、私君になんてこと言っちゃったのかしら。ハワはとにかく夢の中でもさっきの君はとっても頼りになったわ。ありがとう。